はい、さあ、皆さん、こんにちは。アキです。この動画、2023年2月26日の日曜日に今、撮影をしているわけなんですが、はい、本日ですね、午前中、沖縄県は八重瀬町にある、社会福祉協議会のところに、行ってきました。そちらの方のですね、音訳サークル八重瀬の皆さんのところに今日お伺いしまして、ウクレレ弾き語りのね、ライブを今日はしてきました。すごくね、皆さんね、もうたくさんの方集まっていただきまして、自分のね、ウクレレの弾き語りをね、聞いてもらいました。はい、もう本当ね、皆さんがね、もちろん手拍子してくれたり、一緒に歌ったり、すごくね、あったかい空間の中でね、歌が歌えて、本当にね、自分自身もね、とても、ね、気持ちよく、すごくね、素敵なライブができたなと思っております。はい。で、今回この動画はですね、ぜひそのライブの模様もね、少し見てもらいたいなと思いまして、トーク部分の方はね、カットさせてもらって、歌唱の歌の部分だけ、歌の部門だけ、はい、ちょっとぜひ皆さん見てほしいなと思いますので、ぜひご覧ください。で、一緒にね、歌っている、ところもあったりしますので、はい、すごくね、聞いてて、見ていただいて、なんか心温まるなっていうね、そういったライブになってるかなと思います。ぜひ皆さんよければ、ご覧ください。どうぞ。声に出せば
届きそうで今日も歌ってる海の声に乗せて
いかに言います。
心いっぱい心にいっぱい
ていきましょう。本日はありがとうございました。いただきました。どうだったでしょうかね。本当にもう今午前中歌って、そして午後帰ってきて今この動画を撮影しているわけなんですけど、本当ね、車の中でもねすごく楽しかったなーってね言いながら帰ってきました。音楽サークル八重瀬の皆さん、本当にねありがとうございます。素敵なね時間を作っていただき本当にありがとうございます。こうね、今回コロナ禍って中でね、なかなかね皆さん会えなかったってことでね、久々にねもう集まる機会の中、その中でね、今回自分を呼んでいただきまして、はい、ウクレレライブをね、させていただきまして、本当にありがとうございます。自分自身もね、学生時代から、社会福祉協議会のところでね、いろいろボランティアさせてもらったりとかね、ずっと福祉のね、仕事とかボランティアさせてもらってるわけなんですけど、またね、今回、音楽サークル八重瀬さんとの出会いでね、またいろいろね、あ、なるほどな、勉強になるな、とかね、なんかすごくね、ためになることもあれば、またね、いろんな人と出会うことができてね、本当自分自身もね、とてもいいきっかけになりました。いい経験ができました。今後ともね、何かお付き合いできれば嬉しいなと思いますので、ぜひまた呼んでいただきたいなと思います。はい、というわけで今回はね、音楽サークル八重瀬さん、八重瀬の、皆さんのところに、歌を歌いに届けるというね、ライブをしてきました。本当にね、今回、お声掛けいただきまして、本当にありがとうございます。このようにですね、私、アーキーはですね、自分自身がね、福祉施設で働きながらということもあるんですが、ぜひね、こういった
障害高齢者の皆さんとかね、子供たちとか、そういったところにね、無料訪問のね、ライブをしてますので、ぜひぜひお声掛けください。このライブ見てね、あ、私のところ来てもらえるかなとかね、もしそういったことがあれば、ぜひね、インスタ、ツイッターの方のね、DM からご連絡もらえれば嬉しいなと思っております。お知り合いのね、方とかもいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けください。というわけで、本日はですね、音訳サークル八重瀬の皆さんのところに、歌を届けてきましたという動画でございます。本当にね、ありがとうございました。またぜひねお会いできる日を楽しみにしてますということで、アキでした。本当にありがとうございます。またね。